ミスタイムさん、レビューの方ありがとうございます。イップマンシリーズ、私がね、初めて見たのは 2,3 年前だったと思うんですよ。もうちょっと前かな。で、英春拳っていうものを初めて知りまして、ブルース・リーが英春拳をね、学んで、それを世界に広めようとしていたっていうのもその時初めて知りました。英春拳の達人イップマンはご覧のようにひ弱な老人としかね、印象がないんですよね。まあ元の映像とかあるんですけども、まあそれを演じてるのがドニー・イエンさん、まさにハマり役で、最初ドニー・イエンさんってね、そのジャッキー・チェンに憧れる、まあいわゆるパチモンカーぐらいに思ってたんですけども、いやそんなことないと、すごいですよね、このアクションシーンとか、当時なかったような、ジャッキー・チェンでも演じられなかったような、そういう風なね、まあその殺人ですか、そういうのがあったりとか、アクションももう群を抜いてますね。ストップモーションとか使ったりとかで、英春拳の美しさね、今まで私たちはファイティングポーズってこういう風な感じで捉えていましたね。こんな感じでこんなんとかね、こうあったんですけど、英春拳ってこう独特でこういう風な感じなんですよね。ちょっとこう余裕のあるっていうか、流れのあるようなね、接近戦が強いみたいなんですけども、こういうのとか、あとね、こんな感じで構えるのもあったりとかね、構えが特徴的だなと思いますし、まあ役者と言いながら格闘家の方が役者をやってるのもんで、ドニー・イエンさんもね、まあ、他にいろいろと話すことあるんですけど長くなるんで、ちょっとまとめさせていただきます。イップマン序章は、イップマンがね、日本軍が攻めてきて家を取られて、国が本当にね貧しい状態になって、日本軍がもうバッコしてるような、本当に、日本人がね悪党として書かれてますよね。でもその中でイップマンが日本軍人をね試合で叩きのめすところが、まさにねスカッとするところですよね。まあ、あとパート2なんですけども、これは香港になります。香港では今度はイギリス軍がイップマンの、まあ、暮らしを結構ね不自由にするんですよね。その辺に対してどういうふうに立ち向かっていくのか、これも見ものだなと思いますし、パート3ではね、あのなんといってもマイク・タイソンが出てくるところがなかなか見どころです。そしてパート4っていうのは、これはこれでね、ちょっと今のうちに言うとこのやめましょうかちょっともったいないですからね、お楽しみいただければと思います。そして役者は違うんですけども、別の方がイップマンのそのちょっとその後の話みたいなのをやってるんですよね。これもなかなか面白いです。そして外伝のマスター Z、 これはイップマンの本編パート3に出てくるライバル役のもう一人の英春拳使いがどんなストーリーをそこから歩んでいくのかってこと、これもね結構面白いんですよ。だから全部で5編あります、イップマン関係は。でリメイクもどんどん出てるんですけども、とにかくこのドニー・イエンさんのイップマン、これにまあこの5本をね見ていただきたいかなと思います。ドニー・イエンさんが出てないのもありますけどもね、この5本をまず見ていただきたいと。全部ね U-NEXT のありますんで、1週間に1本2本ぐらい見ていただければ興奮するんじゃないかなと思います。そしてね、この映画に魅了されて私は牧人を買ってしまったんですよ。ついにジャッキー・チェンがねやってるところを見ても牧人を買おうとまで思わなかったんですけども、イップマン見て牧人の裁きをね何としてもやりたくって、私はねそれからカンフーにまあこの年になってのめり込んでいったっていうことですね。ヌンチャクの練習をしたり、三節棍の練習をしたり、それから最近は棒術の方をやってます。棒術は六尺棒って言って180センチの棒でこうねえいやって振り回すやつとか、あとねその短めの棒が2本あって二刀流みたいなんでこう戦うとこは全部ねドニー・イエンさんの影響ですね。いやだからね、ものすごいかっこいい男の姿っていうのは新しいかっこいい男を作るためにいろいろ語りかけてくれますね。というところでガチンコファイトクラブ、マッチクラブか、そちらの方もご一緒させていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。最高ファイトクラブも最高っすよ。まさにねこれあのミスター M さん向きです。ですんでこれからねそういったインスピレーションをいただく映画とか、そういった YouTube とかにもいろいろヒントをいただきながら、私たちなりのガチンコマッチクラブを進めていきましょう。では一体、あ、行ってらっしゃいか。では行ってらっしゃい。